コブのように見える先ンぶり焼きのストロマトライトの化石。C 層中にあるものを撮影ストロマトライトストロマトライトは卵巣類の死骸と泥粒などによって作られる層状の構造を持つ岩石のことである。特に内部の断面が層状になっているものを指す。ストロマトライトは卵巣類と堆積物が何層にも積み重なって形成される。 卵巣類が砂や泥の表面に定着し、日中に光合成を行う。夜間の旧式には泥などの堆積物を粘液で固定する。卵巣類は呼吸するために上部へ分裂し、翌日には再び光合成を始める。この繰り返しでストロマトライトは徐々にドーム型に成長していく。成長速度は非常に遅く、1年に数ミリメートル程度しか成長しない。 なお、ストロマトライトの断面にある島模様から、当時の1日の長さが推測できる。ストロマトライトストロマトライト化石となった、ストロマトライトは、世界各地で発見されるが、原生のものは、オーストラリアシャーク湾やセキスコなど、ごくわずかな水域のみで発見される。卵巣類は、原始的な細菌で、過酷な環境でも生息できる。ストロマトライトは、海水域、 炭水域の両方、地球上のあらゆるところにあった。2016年には約37億年前の化石が発見されたとの報告が行われたものの、2018年、アメリカ航空宇宙局のチームが化石ではなく鉱物が変形したものとする否定的な見解を出している。先カンブリア時代には世界各地に存在し、地球に大量の酸素を提供したとされる。同時に、 大量の二酸化炭素の消費は温室効果を減少させ気温を下げた。約22億年前のヒューロニアン表記は二酸化炭素の急激な減少によって引き起こされたと考えられている。先カンブリア時代末期にその数は大きく減少した。理由としてはストロマトライトを餌にする生物が出現したためと考えられている。ストロマトライトが原生するオーストラリアのシャーク湾や メキシコのクアトロシエネガスは砂漠に囲まれた閉鎖的な海域である。水の蒸発が激しく、潮流が緩いため、外目の海水よりも塩分濃度が高い区域が存在し、その海岸部にストロマトライトが並んでいる。塩分濃度が高いため、卵巣類の捕食者となる貝類や、甲殻類のみならず、他の生物もほとんど生息できない。よって、ストロマトライトは現在まで残り、 成長を続けている。古くからこの岩石の存在は知られていたが、1883年にジェームズ・ホールがそれをクリプトゾーンと名付けた。しかし当時は、これらが生物により作られたものかどうかは不明だった。その後、似たような構造は、エオゾー・オオミア、コレニアと呼ばれた。1908年には、エルン・ストカルコ・スキーが、島上炭酸塩岩をギリシア語のストローマと、 リスから、ストロマトライトと名付けた。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、このような、島状の岩石が様々な呼び方で呼ばれたが、カルコースキーはそれらをまとめて、ストロマトライトと呼ぶようにした。この頃、これらの岩石は、卵巣類によって形成された化石だという学者も、現れたが、ストロマトライトは、淡水域、海水域の両方で形成されたとは考えられて、 いなかった。1960年頃になると、オーストラリア西海岸のシャークベイの内湾、ハメリンプール海岸で、原生のストロマトライトが発見された。その場所は、砂地の浅瀬で、その表面は、真っ黒色であるが、頂部だけが、オレンジ色に変色した、岩石質である。この黒い着色物の詳しい検査により、シアノバクテリアであることが明確になった。だが、この発見は、 原生ストロマトライトと化石ストロマトライトを区分するかどうかということで、ストロマトライトについての定義を曖昧なものにした。その後、ストロマトライトについての研究は大きく前進し、多くの研究成果が出た。しかし、ストロマトライトについては未解明な部分もあり、今後それについての解釈が変わる、可能性も否定できない。ありがとうございます。